そう、どこだ。うまく脱獄できたぜ。あとは逃げ切るだけだな。君は脱獄犯なのかい。なんだお前。今晩ヒッチハイク、ミステリー案内人2世です。2世さん、お久しぶりね。また会えて嬉しいぜ。私も二人に会えて嬉しいです。相変わらず闇の治安パトロールで忙しいのか。そうですね。でも最近は落ち着いてきたので、今日はとっておきの怖くて不思議なお話を持ってきましたよ。いいえ、そう言われると緊張してきたわ。二世さんの声は迫力があるからな。みんなも心して聞いてくれよな。ありがとうございます。これはとある脱獄犯が経験したお話です。それではどうぞ。なんとか脱獄は成功したな。あとは南に向かって逃げるだけだ。彼は殺人の罪で終身刑が決まり、最北端にある刑務所に入っていたゲイル。どうやら彼は刑務所からの脱獄に成功して逃げているようです。ヒッチハイクをして最南端の田舎に逃げるか。それで静かに暮らそう。君は脱獄犯なのかい。なんだお前。通りすがりの一般人だよ。それより僕に脱獄の話でも聞かせてくれないか。どうして俺がお前なんかに。南に逃げたいんだろ。途中までなら車で送ってあげなくもない。本当か。その代わり面白い話を聞かせておくれよ。任せてくれ。俺の脱獄話はそこらじゃ聞けねえぜ。こうしてゲイルは突然現れた男の車に乗せてもらうことになりました。着替えまでくれてありがとうな。警察は脱獄犯ゲイルを血まなこで探してる。囚人服でうろうろするなんて捕まえてくれと言っているようなものだからね。それよりまさかあんたが殺し屋だったとは驚いたぜ。一般人なんて大嘘つきやがって。自分の職業はむやみやたらと言わない主義でね。さっきはターゲットを山に埋めていたところだったんだ。なるほど。だからあんな場所に現れたんだな。僕は面白そうな場所にはどこへでも現れるけどね。それより君の脱獄の話はすごく面白かったよ。乗せた甲斐があったね。脱獄の話を面白いというのはお前くらいだと思うぞ。それより面白いと思ってくれたなら、俺をできるだけ刑務所から遠くへと連れて行ってくれ。わかったよ。君の話にはそれだけの価値があったからね。さあ、僕が遅れるのはここまでだよ。この後は少し予定があってね。助かったぜ。かなり刑務所から離れた場所に来られたはずだ。この後もヒッチハイクで逃走を続けるのかい？ああ、あまり目立ちたくないから、おとなしそうな一般人のふりをしてな。それなら一つ忠告しておくよ。この辺りでヒッチハイクをすると、怪しい家族と出会って呪われるという噂があるんだ。なんだよそれ。あくまで噂だよ。でも、君は一応脱獄犯だからね。呪われないように気をつけるんだよ。殺し屋のお前に言われたくないってな。そしてその殺し屋と別れたゲイルは、さらに南へと逃げるためヒッチハイクをすることに。こんな田舎でヒッチハイクは難しいぞ。ですよね。さっきからずっと待ってるんですけど、全然車が来なくて。最悪の場合、俺が市内まで送ってやるよ。本当ですか？ありがとうございます。脱獄犯なのに俺は運があるぜ。ああ、キャンピングカーが来たぞ。あの人たちに頼んでみたらどうだ。その場所はなかなか車が来ない田舎だったため、ゲイルはヒッチハイクに苦戦していました。ですがコンビニの店長と話していると、一台のキャンピングカーがやってきたのです。いらっしゃいませ。ああ、すごい格好だな。その車から降りてきたのは60代くらいのカーボーイハットをかぶった男性。少し怪しい感じがしましたが、ゲイルはその男性に交渉することにしました。どうして乗せてほしいの？
ああ、田舎のおばちゃんが死にそうで、どうしても南の方に行きたいんです。ええ、いいよ。お、本当ですか？さあ、早く行こう。あ、はい。愛想は悪いけど、乗せてくれるなら何でもいいぜ。そして、ヒッチハイクの交渉に成功したゲイルは、早速キャンピングカーに乗ることに。ですが、その車に乗った瞬間、ゲイルは異変に気づきました。私はセントジョージ。彼女はセントジョセフィーヌ。よろしく。あ、はい。奥さんもやばい格好だな。助手席には、その男の妻と思われる70代くらいの白塗りの女性。都市不相応のカラフルなワンピースを着て、おめかししていました。二人は赤と青だ。ぎゅう。双子か？親が親なら子供も子供だな。気持ち悪い。後ろの席には40代で同じ格好、同じ髪型、同じ姿勢で座る双子の男性がいたのです。害はないからいいか。とにかく刑務所から遠くに逃げないと。ゲイルは彼らが怪しい家族だとは思いましたが、逃げるためにそのまま車に乗ることに。あれ、車が止まった。バンサンだー。バンサン、こんな夜遅くに。あー、お腹空いたわね。赤青こいつらマジで何なんだよ。でも逃げるためには合わせた方がいいか。しばらくすると車は山の中で止まり、彼らは晩御飯を食べると言い始めたのです。ゲイルは内心、この家族と離れたくてたまりませんでしたが、せっかく脱獄がうまくいっているので我慢することに。その時、ゲイルの頭の中でカカオとのやりとりが浮かびます。それなら一つ忠告しておくよ。この辺りでヒッチハイクをすると、怪しい家族と出会って呪われるという噂があるんだ。なんだよそれ。あくまでも噂だよ。でも君は一応脱獄犯だからね。呪われないように気をつけるんだよ。呪いなんてくだらないことあるもんか。うっ、なんだこいつ。そんなに驚いてどうしたんだい。おいしそうだわ。さあ食べよう食べよう。この男もこいつらの知り合いなのか。そして外では見知らぬ大男が口笛を吹きながら大型のナイフで動物を解体していました。さあ晩餐だ、食べましょう。肉肉。俺ちょっとトイレに行ってきます。こら待ちなさい、クマが出るわよ。クマクマ。あまりにも不可解な状況を前に、ゲイルは彼らを無視してその場を去ることにしたのです。くそ、何なんだあの家族は。なんだ。そして山の中でトイレを見つけ用を足していたゲイル。すると女子トイレの方から女の子の泣き声が聞こえてきました。おい大丈夫か？どうしたんだよこんな時間にこんなところで。一体何なんだよ。って、あれは。女の子を心配して、外から女子トイレに向かって声をかけるゲイル。すると、彼らがキャンピングカーに乗って、トイレの前まで来たのです。よー！どうも。気持ちがいいなー！ハーレルヤ！ハーレルヤ！何を言ってるんだ？
女の子の声は聞こえていないのか？車から降りてきた彼らには女の子の声は聞こえていない様子でした。ぼーべー、あの男一体何をする気だ。罪深かったよね。泣いた泣いた。悔い改めた。ハレルヤ。こいつらマジで頭おかしいだろ。早く逃げないと。そして車から降りてきた大男は女の子の泣き声が聞こえる女子トイレに入っていきました。ここだったよな。泣き叫んだよな。俺は聞いていたぞ。何をしているんだ。その後トイレの中からは大男の叫び声が聞こえ、女の子の泣き声は悲鳴に変わったのです。女の子の声が聞こえなくなった。まさか殺したのか。さあ帰ろ。うんうん。ちょっと離せよ。いいからいいから。大男がトイレから出てくると女の子の悲鳴は聞こえなくなりました。そして用は済んだといった様子で、彼らはゲイルを無理やり車に連れ戻したのです。くそ、力が強くて逆らえなかった。だけどこの車のおかげでかなり南に進んでるはずだ。そうに違いない。ゲイルは恐怖を感じ、車を降りて新しくヒッチハイクをすることも考えました。しかし警察に捕まる可能性を考えると、このまま車に乗っているべきかもしれない。自分が我慢すれば南の国で穏やかに暮らせる、そう信じていたのです。あ、なんだ今の声。太郎もお腹が空いたみたいだな。太郎は外に出しちゃダメだからね。太郎は外ダメ。嘘だろ、まだ子供がいたのか。そんな時、後ろにあるトイレだと思っていた場所から子供の笑い声が聞こえました。ちょっとあなた、太郎にご飯をあげないといけないでしょ。え、俺じゃないだろう。話はちゃんと聞いとけ。おい、なんなんだよ。怒られた。くそ、ぶっ殺してやるこいつら。これを太郎にあげなさい。早く太郎にあげないか。あげないか。そしてゲイルが渡されたのは、真っ赤に染まった何かの肉の塊でした。明らかにおかしな状況でしたが、ゲイルは恐怖心を感じて従うしかなかったのです。太郎くん、ご飯だぞ。そしてゲイルが肉の塊を渡そうと、子供の声が聞こえた扉を開いた瞬間でした。うわあ！中から異様な姿の子供が現れて、ゲイルに襲いかかってきたのです。おろせ、この野郎！ははははは！楽しいわね！楽しい！何笑ってんだよ！このキチガ野郎が！その子供を振り払い、ゲイルは車を無理やり止めさせようとしました。そんなゲイルを見て、彼らは陽気に笑い続けていたのです。うわあ！そして車を止めさせて外に出られたゲイルはひたすら走って逃げました。やっと解放された。マジであいつら何だったんだ。森の中に入り、やっとあの家族から逃げられたと安心していたゲイル。けど、あいつらのおかげでかなり移動はできた。警察もここまでは捜索していないはずだ。ママ！
だろ。ママちくしょう、話せ、話し上がれ。しかしゲイルは自分の背中にさっきの子供が抱きついていることに気づいたのです。ママくそ、話せよ怪物が。見つけたぞ。なんだ。そして子供を引き剥がそうとしているゲイルの前にたくさんの刑務官たちが現れました。なんといつの間にかゲイルは脱獄した刑務所の目の前まで来ていたのです。どういうことだ。俺はあの車に乗ってかなり南に移動したはずだろう。ママ、もうやめろよ。やめてくれ、頼む、誰か助けてくれ。なんだ、幻覚でも見てるのか。とにかく脱獄犯を捕まろう。了解。おい、暴れるんじゃない。やめろ、離せ。ママ、助けてくれ。そしてせっかく脱獄をして逃げ続けていたゲイルはすぐに刑務官たちに捕まることに。ママ、やめろ、やめてくれ。ママ、やめてくれ。牢屋の中に入れられたゲイルの耳にはいつまでも不吉な子供の声が響いていたのでした。あの怪しい家族は一体何者だったんだ。すごく不気味な家族だったわね。いくら警察から逃げているとはいえ、あんな家族についていくなんてどうかしてるわよ。それだけゲイルにとって脱獄は何より完遂しなければいけないことだったのでしょう。ハイリスク、ハイリターンの賭けに出て彼は負けたということです。なあ、二世さん、あの家族って都市伝説か何かか、それとももっとヤバい何かとか。霊でも人でもない不気味な何か、その正体は私にもわかりません。どちらにせよ、あのキャンピングカーは呪われたものだと思いますよ。呪われたキャンピングカーにゲイルはまた刑務所へ逆戻りさせられたってことか。カカオの言っていたことは本当だったっていうことよね。最後のゲイルは一人でずっと叫んでいたし、怖かったわ。もしかしたらあの家族もすべてゲイルが見ていた幻覚だったのかもしれません。でもカカオはちゃんとゲイルを乗せてあげたのよね。そうだよな。それにヒッチハイクの呪いを知っていたのも気になるし。実はカカオはあの後ゲイルの元を訪れているんです。その様子はおまけで紹介しますね。いやー、しかし怖い話だったぜ。さすが二世さんだな。俺と同じく怖いと思った人はぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくれ。動画の感想もコメントで教えてね。ヒッチハイクの体験も聞かせてほしいわ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。ママもうやめてくれ、殺してくれ。これは面白いね。傑作だよ。ずっと見えない何かに怯えている様子だ。脱獄したのに自分でまた刑務所の前まで戻ってきていたしな。一体何があったのか。まあ脱獄犯の最後が穏やかであるはずがないさ。ゲイルは脱獄の罪で死刑が早まるんだろう。ああ、また脱獄をしかねないし、脱獄自体が重罪だからな。だからあれほどヒッチハイクは気をつけろって言ったのにね。あ、何か言ったか。いや、何も。僕はこれで失礼するよ。他の業務があるからね。わかった。そういえばあんな刑務官いたっけ。はあ、最後まで楽しませてくれてどうもありがとう、ゲイル。